しても君を愛してるわ。君が私のそばにいる限り、身の回りのお世話はするし、毎日美味しい料理を食べさせてあげる。その代わり、お姉ちゃんのこと癒してね。濃いのがどんどん取れるわ。もう少しやってみよの部分に入っていくわね。危ないから顔を動かさないでね。そーっとそーっと入ってく。
表情で私を見てるけど、本番はこれからよ。もっと続けるわ。違いがあるわ。次は奥の方をお掃除していきましょう。まったりしてていいからね。奥までゆっくり入るわ。綺麗になったわ。細かいのだけ少し残ってるから、この反対側の梵天っていうふわふわで粉のミニアカを取り除いていきましょう。してもらうのが好きなのね。さて、これで右耳は終わりだわ。反対側の方もきれいにするから、お姉ちゃんの方を向いて。そうそう、姿
勢を直して、はい、お互いが見えるね。ドキドキしてる？ほら、私にもっとくっついて。それじゃあ始めるわ。まずは耳の縁からね。ゆっくり表面の赤を取っていきましょう。耳の浅いところを掘ってこうね。ちょっと待っててね。すぐ終わるから。うん？はあ。どうせ長ければ長いほどいいとか思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって顔に出てるもの。していくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。
少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。
か思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって顔に出てるもの。このぐらいかな。うん、分かったわ。じゃあ続けるわね。の方をきれいにしていくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。知ら、気持ちいい。よかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。細かい耳垢も取れたわね。またお耳拭いてあげるわ。動かないでね。
お耳を拝見。右耳と比べるとずいぶん、あ、ちょっと耳かき入れますね。エミちゃんはまだ耳かき無理だろうから、なっちゃんじゃないですか、前に耳かきしたの。正解ですか。いや、ただの勘なんですけどね。右耳はきっとおっかなびっくり丁寧に耳かきして、それで上手って褒めてもらって嬉しくなって、左耳はちょっと油断しちゃったとか、お話に夢中になっちゃったとかで、細かなとこまで綺麗にしきれなかったのかななんてすごくなんてないですよ、全然。私、生まれた時からずっとずっとあなたのお隣さんで、ずっとずっと見つめ続けてきたんですから、そのくらいわかりますよ、普通に。っていうか、こっちは最初にお耳掃除の方がいいですね。このまましちゃいますから。リラックスしてゆったり呼吸してくださいね。
じゃあ改めて耳つぼをしていきますね。まずは、ここから行きますね。耳たぶの真ん中の少し下、眼球の眼って書いて、そのまま同じ眼っていう名前のツボです。このツボは親指と人差し指で挟み込んで、30秒で1セットを3回。強めますね。これはそんなに即効性はないと思うんですけど、目が楽になった気がするって、サービストーク上手なんだから。でも嬉しいです、やっぱり。それじゃあ私も。おっと、サービスしちゃおうかな、なんて。冗談はさておき、ツボ押し続けていきましょうね。今度のツボは、ここです。耳の外側のくぼみのラインのちょうど真ん中あたり、耳の穴からこう外側に向かって指を滑らす感じで、耳の縁と当たるとこって探すのも探しやすいかもです。ここも効果が出てくる場所と同じ名前で、肩ってっていうツボなんですよ。ここは腰、小刻みに擦る感じで
ツボを刺激していきますね。1セット。どうですか、肩、少しは軽くなりましたか？よかった。じゃあもう一箇所だけ刺激して、耳つぼ押しはおしまいにしましょうね。今日の最後に押す耳つぼは。内側の上の端のとこですね。ここは寝るときに頭に敷く枕って書いて鎮っていうツボです。名前の通り安眠の手助けに役立つツボなんだそうです。だからここは裏側、親指を支えにしてゆるーくゆるーく人差し指で円を描くみたいな感じにこすって刺激していきますね。最初は少し短めの時間からゆるーゆるーゆるーく、ゆるーく、
そうしたらもうちょっと長く行きますね。ゆるーくゆるーく静かに静かに。最後のセットは静かに長くゆる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 目を閉じて水に沈んでいくイメージをしてみてください。ゆるゆるゆら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 沈んで、終わりましたよ。あ、もう眠眠ですね。診察台で熟睡しちゃうと背中痛くなるかもですから。え、もうちょっとだけ頑張りましょう。スリッパ。右の左の前。
ないよ。コテは貸しますから。歩けますか？ほんの少しだけ。仮眠室まで。ゆっくり、ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり。よいしょ。このお布団でなら熟睡しても大丈夫です。スリッパとあと靴下だけ脱いちゃいましょうね。おいおい、そう。私もナースシューズ脱いで。もうちょっとですよ。はい。この布団なら。ちぎれでしたか。赤ちゃんみたいでちゅねー。なのに人の匂い。これちょっとまずいよね。けど、手とかしたら起こしちゃうかもしれないし、しょうがない。Thank you for watching. Please like and subscribe for more content.